コミュニケーション上の重要なポイントを一つ皆様にお伝えいたします。私はコミュニケーショントレーナーとして、ファシリテーション、プレゼンテーション、ネゴシエーションをメインにして皆様にその技術を普及してます。2000年からやってますから、ちょうどですね、もう20年経ちました。私はコミュニケーショントレーナーとして、YouTuber として今毎日英語と日本語で発信してますが、皆様はただですね、私の YouTube を見てるだけでコミュニケーションマスターになってきます。コミュニケーションのプロになってきます。どうぞ皆さんですね、通勤途上とかですね、今は家で仕事されてる方がいらっしゃると思いますが、ご覧になってください。ただ見てるだけで名コミュニケーターになっていくと思います。はい、今日はですね、シリーズのナンバー6、安全な水とトイレットというテーマですが、私はこのですね、3月に本を一冊書き上げて出します。 SDG17 の目標をですね、個人目標に落とし込んでですね、向こう10年間2030年までに個人として SDG17 のゴールにのっとった生き方をしたら、きっといい生き方ができるだろうという本を出します。どうぞご覧くださいですね。私はカッパの池という2キロぐらいのところから常に同行間でですね、1等間で2本天秤で担いできて、それで生活してました。水のない生活しましたから、安全な水とトイレを世界中にという言葉は、私はですね、身に染みて分かります。分かります。アフリカとかですね、インドとか、トイレ、上水道、下水道、ものすごい問題になってます。それが感染症、エピデミックの元になってます。いい目標だと思います。目標の6、安全な水とトイレを世界中に。いいですね。それを提唱する国連、まあ、でですね、銃撃されて死んだ日本人として非常に誇るべきですね、お医者さん、中村哲さん。彼はですね、アフガンですね、砂漠に用水路を20年かけて作ってですね、何十万って人を救ったんですよね。農業ができるようにして、水を引き、砂漠をグリーンのですね、大地にした中村哲さん。そのようなケース、これを世界に広めていこうと。そのですね、先端を切ってアフガンにですね、20万だか何十万だかの人たちを、用水路を作ることによって作ったお医者さん、中村哲さん。彼はですね、その国の神になったと言われてます。働きをですね、我々が、まあ、個人レベルでですね、我々の小さなことでもいいと思います。世界のために、他がために、世のために、人のためにできる人を作っていきましょうよというのは、これが SDG、 サステイナブルディベロップメントゴールズです。今日もお聞きいただいてありがとうございました。